日はソーセージを作ります。使う材料は、まあ、見てくるわ。 6g 測れるのを一人ずつ一人ずつ、うん、あ、ドルキカルブレンド、そう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 、わかりました。オレガノ、あれでいいんだよね、あのお弁当 の, あのこういうカップ、あ、そっかそっか、アルミカップとか紙カップで、メキシカンブランド、お塩、うん、すごい、なにそれ、かわいい、イタリアンブランド、そうそうそう、でもしあの材料とかにこだわりたかったら、うん、あの岩塩とかそういうのを用意しておくと、多分食卓塩ってミネラル全部抜けてるお塩だから、あ、やめた方がいいか、岩塩あるよ、あ、岩塩ある、ジャリジャリのやつ、あ、でもそれでもいいかも、あ、まあまあまあ、うん、もしね、カルダモン、ちょっとゆきあっちのさ、なんかこれやで、もしくはなんでやってよ、カーブ入ってるから、ローズマリーの、あ、そう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 、バジル、こっちの方がいいかな、いいお塩、そうだね、チンガーリック、そうしならいいお塩を使った方が、ね、とお肉です、ちょっとね、このカーブ入っちゃってるからね、あ、そっか、ちょっと足した方がいいか、うん、カーブ分、そう、でもこれだと時間かかるね、やっぱねでもいいんじゃない、いい方がいい、6になるまで結構かかるかも、さて、この塩を戻すの、うん、ごめんね、ゆきが持っててくれてもらったのに、あ、塩、うん、飲む飲む、最近飲んじゃん、かかってね、でちょっと YouTuber の2人も見てくれると、みこね、そうなの、これ来るのね、遅いからね、突然来るかも、あ、ほら、はいはいはい、そしたら、必ずこう冷やした状態にして、はい、それからあとはもう好きなオイル入れたり、あのハーブ入れたりするんだけど、これはガーリック、私はガーリックの、あ、ちょっとごめんね、あ、風がね、ガーリックいいね、ガーリックも入れて、あと私はね、ハーブで、まだ何入れたい、バジルを入れます、じゃあジンジャー、マジョラム、マジョラムこれだね、使ってたもんね、うん、で何滴、1滴ぐらい、いや、結構ね、ガーリックも入れましょう、じゃこんな感じ、ね、ローレルリーフとかもあるしね、結構ね、こんなに入れるのっていうぐらい入れても意外に大丈夫、おもちゃんので、のお腹、ね、こっちがキヨミさんのですみんな食べるのになってるって、入れます、お腹すいてる、お腹すいてる、の買ったやつは同じやつかな、同じだけど、5個買ったかな、私も多分これサイズが違うんだよね、へー、ね、はい、はい、たらこれをですね、はい、で、そのこっちを抜く、これを回して外す、一回洗って拭いた方がいいかもしれない、今袋を出したまんまだから、うんうん、なんで、うん、自由研究、あ、自由研究か、勇気はね、すごいやってるんだ、マナちゃん終わった、全く割と好きじゃないね、あ、そっか、算数なんてほぼ手つけてないもん、ない、なかったとか、うん、すいません、俺このままじゃ自分出してしまう、そう、それで出来上がりました、うん、あ、でも
も美味しい。なおちゃん、うん、自分で好きなオイル、うん、破裂しちゃうやつ、そんなことしたらドライハーブ入れて、ちょっと下にあのやりすぎちゃってさ、結ぶスペースがないんだよね今。こういうの持った方がいいね、まだこういうの。ソーセージをいただいてきます。それはももちゃんのね、うん、これは何だろう、ローズマリーかな。味が結構しっかりしてて、なんかローズマリーも効いてて、すごい食べやすい。はい。すごいですよ。いい感じ。あ、取れたよ。それはそれ、うん、持たせてもらって持って帰ってくる感じ。確かに。でもそんなにいらないんだったら、うんうん、ちょっと少なめにしてもらって。